日本初レール製の鳥居のお祓いを執り行います。仕込みか仕込みも回す。ただいまよりキハ222記念ひたちなか海運鉄道神社清原屋敷安全祈願祭を執り行います。ひたちなか海浜鉄道三鉄物語がいやますますになりわいだけく立ち栄えしめたまえ。鉄道神社のキハ222なんですけども、これは現役当時に、現役の機動車としては日本で1、2の長寿であったということで、さらに無事故であったということがありまして、まあ、私それを初めて聞いたところ、これは神社にするしかないなと、まあ、電車であるんでこう連結するんで、まあ、人とのご縁もつなげるだろうということを考えまして、この度建立いたしました鳥居なんですけども、こちらの1925年製のレールでございまして、ずっと見守ってくれたっていうのがこのレールなんです。レール製の鳥居っていうのは私が調べた限りでは日本唯一でございます。鉄道会社としてはここまでのアイデアとか自分たちの持ってる線路とかレールとかがここまで価値があるものだとか付加価値があるものだとか全然気がつかなかったんで、そういうところでも見つけていただいたことをすごく嬉しく思っています。本当は緊張してるんじゃないですか。